はい、どうも、社畜です。本日も集まれ動物森やっていきましょうか。うわー、ちょっと待って。雨降ってきたんだけど、晴れてるのに雨降るってどういうことよ。なんか動物森の世界でこういうの結構あるよね。まあリアルの世界でもあるんだけどさ、めったにこういうことないよな。これがあれか、世に言う狐の嫁入りってやつ。地域によっては狐の嫁入りって言わないのかな。どうなんだろう。皆さんの地域ではどうですか。おお、クリスティーヌちゃん。おお、可愛いね。レインコート、雨の日に帽子かぶるところも可愛いよね、住民たち。クリスティーヌちゃんの帽子こんな感じなんだ。あれ、社畜ちゃん、雨宿りするならうちに遊びに来てね、金くれ。あ、マジで今から行きたい。今から行きたいっていう選択肢がないんだけど。わ、ちょっと待って。なんかジャックもいるんだけど。そういや、他に他の子からチラッと聞いたんだけど、社畜ちゃんって好きなスポーツが柔道だの。ちょっと待って。どういうこと、意味がわからない。俺一言もさ、柔道なんて言った覚えないんだけど。柔道いいよね。実は他にもスポーツの中では速攻それ選んじゃうぐらい好きなの。ほんまかいな。なんか平って気が合うね。いつか社畜ちゃんと語り合ってみたいな。金くれ、マジで。あ、柔道について語り合うのか。俺別に柔道好きじゃないけどね。っていうことで、ちょっと今日はね、こないだ情報が出た秋のアプデの情報について話をしていきたいと思っております。で、まずこちらを見ていきましょうか。ドーンっていうことで、こちらはですね、任天堂の公式ホームページになっております。皆さんこちらしっかりとチェックしてますか。たまにね、とんでもない情報出てますからね。そう、あと一番くじについての情報とかもここにね、実は出ていると。はい。で、セーブデータをバックアップ復元するセーブデータ復元サービス、これでみんな活用してるのかな。もうどうなんだろう。なんか忘れてる人多そうだけど。あ、待って、9月26日土曜日虫取り大会北半球ということで、あ、今日虫取り大会だったんだ。マジかよ。だ、そうなんだね。いや、タイムトラベラーだからさ、正直あつ森の世界で日付感覚ないから、あ、リアタイ勢にとってはね、かなり重要な日みたいですね、今日。っていうことで、お知らせ見てもらったらわかると思うんだけど、ここに載ってますね。秋の無料アップデートは9月30日配信開始っていうことで、あと残り4日ぐらい。季節のイベント、ハロウィンに向けて島を飾り付けで、中見ていきましょうか。おお、いいね。無料アップデート9月30日配信開始とね。パンプキングも喜んでるよ。季節は秋に向かおうとしていますね。集まれ動物森の島でも地面が色づいてきたり、どんぐりや松ぼっくりが取れたり、少しずつ季節ので、ここがあれですね、紹介のムービーか。どうしよう、これもう一回見とこうか、せっかくだから。で、まあこちらがね、まあ、YouTube で公開されているアップデの情報ということでね、こちらの映像皆さん見ましたか。いやー、すごい迫力だったね。そしてさ、ちょっと待ってよ、今のところちょっと戻ってみようか。どこだ、ちょ、これ邪魔だなね、今回なんか新しい作も出てるみたいですね。ほら、これすごく雰囲気良くない。ホラー島とかを作ろうとしてる方にとってはこれね、かなり朗報じゃないかな。この作いいよね。そして今回のアップデートで、まあどういったものが追加されるのかっていうのがここに詳しく書かれてますね。10月の間、たぬき商店の戸棚に雨が並びますっていうことで、120ベル。値段が安いね。だけどこれ10月の間しか買うことができないから、リアタイ勢は今のうちに買い占めといた方がいいかもしれませんね。そしてこれさ、気をつけないといけないことがあるんだよね。ここ見てもらったらわかると思うんだけど、実はね、このハロウィン用の飴ちゃん集めて書かれてるところ、なんとね、飴が1日1個しか買うことできないんですよ。これね、意外に知らない人多いんじゃないかな。そう、ここね、相当重要な注意点なんで、皆さん覚えときましょう。飴は1日1個しか買うことができません。これはね、特にリアタイ勢は気をつけないといけないね。まあ、タイムトラベラーであればあまり関係ないかもしれないけどさ、リアタイ勢からしてみたら結構死活問題かもしれませんよ。で、カボチャを育てて DIY ということで、この画像さ、なんか気になるところがありませんか。何が気になるかというと、よく見たらさ、カボチャが3つ2つ1つとで、色違いのなんかカボチャもあるよね。これね、白とか緑とかね、オレンジとかなんかいろいろあると思うんだけどさ、もしかすると、カボチャの色によって作れる家具とかも変わるかもしれませんね。うん。そして、水をまいている描写が今ね、映っていると思うんですけど、花と同じようにカボチャも成長するって感じかな？カボチャが1つ、2つ、3つということで、しっかりと毎日水をまくと、カボチャが成長して、まあ、カボチャが成長するというか、多くカボチャを収穫できるということかもしれませんね。しっかりと水をまけば3つ手に入って、何もまかなかったら1つみたいな。その可能性が高いのかな。で、カボチャの苗はどこで買えるかっていうところなんだけど、0時のお店で買うこ
ことができるみたいですね。はいはいはい。いやー、だけどね、この任天堂公式ホームページなんだけど、ムービーではわからないところが詳しく書かれてて、ほんと参考になるよね。そう、ムービーだけだとわからないもんね、こんなの。どこで買うのみたいな。こういうところまで書かれてるのはすごいな。で、この育てたカボチャを材料にハロウィンらしい家具を DIY ということで、カボチャがね、相当重要になってくるっていうことがこのことからわかると思います。だからね、カボチャを育てるスペースを早急に作らないといけないですね。皆さん、スペースはすでに確保していますか？特にリアタイ勢からしてみると、割とね、タイトなスケジュールになるかもしれませんね、これ。だってカボチャもさ、多分これが苗の状態でしょ？で、ここからどん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 成長してくるということで、カボチャが育つまでに、まあ花と同じであれば、まあ3日か4日ぐらいかかるということで、まあ結構時間がかかるんですよね。あと、色もたくさんあるからさ、割と大きなスペースを確保する必要じゃないか？これ。そして、具体的にどういう家具を作れるかっていうところなんだけど、まあこういう家具を作れるってことですね。おー、いいね。ハロウィンらしくなってきたわ。ただハロウィン以外でも使えそうな家具がたくさんありそうですけどね。そして具体的に何種類あるかっていうところまでは書かれてないのか。はいはいはい。で、今回はね、まあ仮装もできるということで、そう、ハロウィンといえばやっぱり仮装なんですよ。そう、仮装しないとね、ハロウィンって言えないからさ。そしてここで書かれているんだけど、タヌキマイレージでボディーペイントやカラーコンタクトを交換することが今回できるようになるということで、まあタヌキマイレージにもアップデが入るってことですね。そして下手やエイブルシスターズでもハロウィンに向けて新しい衣装の販売が始まるようです。いいね、可愛いね、これ本当。魔法使いのドレスね。そして肌の色も真っ白がね増えてるとこれなかなか怖いな。夜に見たら夜にあまり見たくないねそしてハロウィンの当日を楽しもうということで、確かねハロウィンが17時から24時ぐらいまでだっけ。意外とね時間帯は短いんですよね。で、飴を住民たちに配ってくって感じか。多分ね、お返しに何か限定家具とかくれたりするんじゃないかな。そう、カボチャ以外の限定家具みたいな。まあ、多分ね。まあ、これはあくまで予想ベースだからわからないけど、現時点では。そして、ハロウィンの王様、パンプキングも登場します。おお、いいね。いや、パンプキングが出ることによってハロウィンらしさが増してくるよね。逆にさ、この子がいないとハロウィンって感じがしないわ。おお、住民たちもね、コスプレしてる。可愛いね。改めて見ると。なんか、ムービーだけではね、わからないところがこうやってね、ゆっくり見れるからいいよね。そして、さっき言ってたこの柵か。ね、柵も追加ということで、いいよね、柵。これはね、かなり汎用性が高いんじゃないでしょうか。住民たちの顔、住民たちの顔が可愛すぎる。ね、こういう季節のイベント楽しめるところがやっぱりね、動物森のいいところですよ。はいはいはい。トリコはトリートお菓子をちょうだい。そしてね、ムービーでも映っていたこのアイーダちゃんということで、ずっとね、直立しているのがなかなか面白かった。あとはね、なんかここにも書いてあるんだけど、実はね、ムービーでは触れられてなかったんだけど、夢見が見せてくれる島の夢では、秋の無料アップデートを行うことで、過去に見た島の夢の履歴を表示できるようになりますということで、これさ、超ありがたいよね。一度訪れた島や、お気に入りの島の夢をお気に入り登録することもできるようになります。そう、これ相当でかくないお気に入り登録。ね。いや、これもさ、ムービーで言ってほしかったよね。あ、こんな機能も追加されるのみたいな。で、あとはアップデートのお礼にあのコントローラーをプレゼントということで、なんとね、リングコンも届くらしいんだよ。すごいね、これリングコン？あ、こんなのもね、届くんだね。リングフィットアドベンチャーとコラボか。すげえな。いや、これはね、筋トレルームを作ってる方であれば、ね、相当嬉しい情報じゃないでしょうか。で、次回の無料アップデートについても書かれてますね。まあ、これに関してはムービーでも出てたから知ってる人もいると思うんだけど、まあ、それぞれハーベストとクリスマスを指してると。ハーベストは一応ね、冬のアップデートに分類されるみたいだね。いや、てっきりね、秋のアップデートかなと思ったんだけど、ってことで、11月下旬配信予定ってことはさ、あ、11月の下旬までアップデートがないってことが、これ確定してますよね。マジかよ！本当に言ってんの？やばいな。なんか9月、10月、11月のアップデート内容がやばすぎる件について、ちょっと。マジか。で、タヌポータルもアップデート10月上旬と書かれています。タヌポータルアップデート10月上旬更新予定。スマートフォンアプリ、任天堂スイッチオンラインで利用できるタヌポータルが10月上旬アップデート予定ですと書かれております。まあ、これについてもムービーでは指摘されてましたよね。まあ、10月上旬か。これも楽しみですね。アップデートを行うことで、お手持ちのスマートフォンから、お手軽にリアクションを行うことができるようになります。マルチプレイの時にも活用できそうですね、と。そうだね。これ実況した時には相当ありがたいんだよ。そう。いや、これはね、神アップデートだと思うわ。相当使えるね。まあ、実況してない人からしてみると、そうなのって思うかもしれないけど、実況してる身からしてみると相当ありがたいよね。まあ、そんな感じか。で、最後に、まあ、9月30日水曜日に配信予定ですよっていうことが書かれています。いや、
やー、ほんと楽しみ。うん。あとはね、ちょっと最後になっちゃうんだけど、ムービーだけじゃなくて、任天堂の公式のね、ホームページもね、まあ、定期的に見た方がいいかもしれませんね。アプデの内容が詳しく書かれているっていうところと、ムービーでは紹介されてないことがね、多数書かれてるからさ、これも重要だよね。うん。まあ、とりあえずね、やらないといけないこととしてはこれかな。カボチャの苗を購入して、カボチャを育てまくるみたいな。まずそういったところかな。いやー、カボチャ作りが、これもね、超楽しみだな、ほんと。とりあえず、自分はどうしようかな。メインの島はすでに作り込んでしまってるから、サブの島で育てようかな、カボチャ。カボチャ畑を作るみたいな。けどさ、田舎系の島を作ってる人であれば、相当嬉しいアプデの内容だよね、これ。はい、ということで、長々と喋ってきたわけですが、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。皆さん、いかがだったでしょうか。これからもこういった形で、まあ、情報系の動画とか、あとはね、夢訪問の動画とか、シャチクルミの動画とか、ネタ系の動画とか、まあ、様々なジャンルを投稿していきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。